父親は建築会社の重役だった。アカデミーダートマスカレッジでは、スポーツ選手として活躍、特にボクシングでは4年間、カレッジヘビー級チャンピオンだった。卒業後は、カウボーイ、スイフ、モデル、セールスマン、借金の取り立て屋など職を転々とし、その後は、ハリウッドマックス・ラインハルト・シアトリカルワークショップで演技を学び、1939年に、 舞台デビュー。翌年、早くとして、映画デビュー、ブロードウェイで経験を重ね、1942年に、RKO と契約した。1949年に、ロバート・ワイズ監督の、罠で、主人公のボクサーを演じる。日本ロッケのサミュエル・フラー監督の、東京湾国外、竹の家では、日本人俳優の山口敏子と、早川雪舟と共演した。 私生活では赤狩りに、真っ向から反対するなどリベラリストであった。1962年に超大作、史上最大の作戦にて、政治的に高派であったジョン・ウェインと共演した際、スタッフは、政治の話を持ち出さないように、かなり気を使ったというが、本人たちはさほど気まずい関係ではなかったという。後年は、UCLA のシアターグループに基金を設けるだけでは、 飽き取らず、自ら、カリフォルニア州に無州派の主学校を設立するなど、更新の指導にも、熱心に取り組んだ。晩年は、愛妻と、ほぼ同時に癌を宣告される不幸に見舞われ、1972年に、妻が亡くなった後を、追うように、翌年に死去した。ありがとうございます。